自律神経専門家ちかこの部屋へようこそ。今日は自律神経動画まとめ説明欄からどうぞということでですね、これはお知らせ動画です。この動画で全部なんか自律神経に関することを喋ってるのかっていうと、そうではなくて、この動画の説明欄にこう、自律神経に関する動画のリストを載せましたっていうお知らせ動画になります。私、自律神経専門家っていうことですね。鍼灸師と薬剤師の資格を持っておりまして、で、自分自身も自律神経病んだことがあるっていう経験をもとにいろいろ情報発信させていただいてるんですけど、これ、まあ、丸3年以上経ってですね、だんだん動画の数が増えてきて、で、自分でもちょっとこう、動画、自分のチャンネルなのに、もうごちゃごちゃになってきたっていうことで、自分の備忘録も兼ねてこの動画撮らせていただいています。で、この説明欄に飛んでいただいて、で、時系列で古いものが下、新しいものが上っていう感じでダーって並んでおりますので、もしご興味あるものありましたら、そこからピックアップして見ていただけるととても嬉しいです。で、説明欄はどうやっていくのって話なんですけど、この画面があってですね、その下のところにタイトルが載ってると思うんですけど、そのタイトルの横とか下とかに、点点点その他とか、点点点もっと見るっていう風に書いて、文字が書いてあるはずなんですよね。で、その文字をもっと見るとか、その他とかの文字をポチッと押すと、だっとリストをバーっとこの説明欄とかが出てきますので、そこに載っているリストを見ていただけると、はい、ありがたいです。まあ、どうしてもなんかわからんっていう時は、LINE か、まあ、LINE ですね。LINE で、ご連絡いただければ説明はいたしますので。はい。ちょっとこの、今回はお知らせ動画で自律神経に関することを喋っている動画、説明欄にまとめてありますので、ぜひどうぞっていうことでした。はい。今日の動画いかがだったでしょうか？いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。